テンビリオンスターテンビリオンテンビリオンは1980年に任天堂が発売したソンのような形状をしたパズルタイプのおもちゃである。発案者は横井軍平。透明なドラムが4個一体となっており、中にプランジャーが入っている。両端に3つの突起がついた黒い蓋がはめられ、全体はソンのような形状をしている。各ドラムの内周には玉が入るスペースがあり、 内側の2つのドラムにはそれぞれプランジャーと平行に、玉2個分のスペースが等間隔に5箇所、一番上と下のドラムは玉1個分のスペースが3箇所だけある。蓋の3つの突起はちょうどこの外側のドラムのスペースに入るようになっている。玉は赤、大黄、緑、青の5色の玉が角4個と、黒の玉が3個の23個入っている。 内側二つのドラムは自由に回転させることができ、またプランジャーを上下に動かすことで、端のドラムのスペースに入っている玉を押し出し、内側のドラムにある玉を一個分だけずらすことができる。これらの操作でドラムの中の玉を移動させ、最終的に五色の玉を同色五列に並べることで完成する。1 9八十年当時はルービックキューブが世界的なブームの最中で、 数多くのメーカーが類似品を発売していた。ニンテンドーもルービックキューブと同じコンセプトだが中の玉を動かすという新しい発想を盛り込んだテンビリオンを発売した。大多数の類似品がほとんど売れることなく姿を消していった中でテンビリオンはルービックキューブまでとはいかないものの世界中で多くの売り上げを記録しヒット商品となった。ドイツでは トゥーフェルスタンという名前で発売され大ヒットとなり、数多くの類似品や解放を記した攻略本が発売されるほどのブームとなった。詳細はドイツ語版を参照。日本ではルービックキューブブームの終焉に伴い姿を消していった。しかし、今でも根強いファンが存在し、解放を研究し情報交換を行っていたり、Java で テンビリオンを模したパズルゲームを制作しインターネット上で公開しているファンもいる。テンビリオンという名前は100億通り以上の玉配置の組み合わせがあることに由来すると言われており、製品パッケージにも100億通り以上の組み合わせと表示されている。インタビューで横井はとにかくたくさんの組み合わせがあることを強調したいが、ためだけに命名したと語っており、 実際どれだけの組み合わせがあるかは、横井自身も把握していなかったという。その後多くの研究者によって、組み合わせの計算がなされ、理論上の玉配置の組み合わせは4兆5、09200006、463万4、875通りであることが判明している。なお、横井は、ルービックキューブの真似、片手間の端でやったものと語っており、 自身解き方をまるで分かっていないとも語っている。ありがとうございます。